日本鳥取県米子市各番町各番町は鳥取県米子市の地名。現行行政地名は各番町1丁目から各番町4丁目。郵便番号は683-0812。米子市の中心部に位置する。米子市では有数の繁華街であり、町域に沿う各番通りには多くの飲食店や居酒屋などが軒を並べる。また、 よなご高島屋など、商業施設、よなご市公会堂など、公共施設も隣接する。一丁目に、NHK よなごし局、野村証券よなごし店、よなご高島屋二丁目に、三院合同銀行よなご中央代理店、鳥取銀行よなご中央支店、よなご市公会堂がある。東は、富士県町、寺町、西は、朝日町、小高町、 寺町、立町、吉江町、南は、東倉吉町、四日市町、高野町、星守寺町、北は、西木町と接している。成立当時付近一帯は桑畑であった。四日市町、東倉吉町の鴨川右岸にわずかに人家があり、米川までの間には田園を隔ててずっと向こうに、未開放部落や避妊部落を設定する程度であった。 この広い高知地,地帯は、米子城下町浦筋の農業者の大切な高知であったため、明治三十六年、野坂もざぶろう会長として、土地整理委員会が作られ、同三十八年までに百七十三町部を整理した。明治三十七年には、各番高等小学校が中町から移転し、同四十一年には、吉成神城小学校が開校。同四十二年には、県立となった。 与那子高等女学校が各番通りから少し離れた北側の畑の中に設立された。大正3年には朝日町出口に映画の与那子館が開館し、同14年には小高町で焼けた坂口市の日本製紙の新工場が4丁目に新築された。同15年には3丁目に劇場山院座が開設された。同年には名田町から後藤駅前、 各番小学校裏を通り会計線に合流する電車通りも開設された。戦後は廃校となった各番小学校後に米子市公会堂が昭和33年に建設され、吉成小学校が米川沿いに移転した後には同39年米子高島屋が開店。同45年には弥生デパートも開店。昭和10年一丁目の一部が 富士県町一から二丁目、富士見町二丁目の一部が日の出町、西木町一丁目、三丁目の一部が西木町二丁目、四丁目の一部が西木町三丁目となる。弥生デパートは、その後松江市や境港市へも進出し、昭和後期は、米子高島屋と共に、米子市を代表する商業施設として繁栄したが、平成に入ってからは郊外に、 大型ショッピングセンターが出店したことなどが原因で、経営不振に陥り、平成28年1月20日の営業を最後に、閉店、事故破産した。町名の由来は、大戦の別称角万山を望むことによる、2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。